人が前髪をやってます。絶妙に長くて、お、あ、ちかちゃんバッチリ化粧じゃないよ眉毛眉毛とリップ描いただけでも、なんかメイクしてるように見えない。あ、服装かも。珍しく今日はパジャマじゃない、パジャマというか部屋着昨日の夜はマヤと一緒に乾杯をして超元気。おはちかちゃんです。今日はね、朝パックはねしてないんだな。今日肌はすっぴんなので、あ、そうだった。あ、ちょっと待ってね。よし、おはちかちゃんです。みなさん、今日からゴールデンウィークだね。なんかテレビ見てたら旅行にどこどこに行きますっていう人がいっぱいいて、いいなと思いつつ私はこういう時はね、土日はお家にいたいタイプ派です。こう見えて、やば、9連休の人おる、すごくない？ちょっとゴミ10連休もあるよ、何すんの。いや、そう、ゴールデンウィークね高いからね、その分いいね。でもにぎわうのは、見て1個に結べた、すごい楽しい休日を過ごしてね。なんか何かを予定入れる日もあれば、何もせずダラダラする日もあっていいと思うけど、多分私はめっちゃ予定入れちゃうタイプ。お天気がよくありますように。なんかちょっと怪しそうだよね、今日の天気みたいというか、聞いてほしい、みんな、あのさ、 iPhone のストレージがさ、パン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 になっとってさ、メールは送れへんのがたまに送んねんけど、今ねちょっとバックアップをしてて、画像を写しててごめんね。あら、雨の人いるってことはその雨が上がってくるぞ。渋滞、大きい容量にしようか悩むけど、また携帯ショップに行くのがめんどくさくて、ちょっと雨雲レーダーみたいな。洗濯物を干したい。今256だよ。もうパンパン。
あー、今日雨やんか。洗濯物が乾くやん。わあ、めっちゃ明日天気いいね。いやー、消すね。待って、受ける。マネージャーさんみたいな人いる。必要な振り部位は消せば開くのではって。必要。ごめんね、これを開けたから動いちゃった。おはよう。ちなみに今日はね、夜配信するので、夜も夜というか7時ぐらいかな、多分今のところする予定なので、開けといてね、予定。え、明日31度ってやばくない？んー、マジですか？それ結構やばいかもです。夜は飲み会予定ですだって。あ、それさ、絶対じゃあ飲み会中にさ、ショールーム配信見る会がさ開かれるんじゃない？夜は先約は、え、振られてる、もしかして。私開けてみんな予定。ちなみに何時頃かな。7時8時9時、ビビデバデデブーみたいなかな。ちょっとまた告知します。配信するので見に来てください。昨日の夜インスタあげたので見てください。最近ね、インスタみんなコメント多くて嬉しい。多分ね、インスタと金髪がまだった。金髪投稿はおそらく見納めな気がする、インスタのね。まあまあまあ、今明るいんだけどね、今度病院行くけど、当分というか見納めですね。あれが多分もう全部上げ切った。次見れるのはいつになるんだろうって。嬉しかった、みんながさ似合ってるっていっぱい言ってくれて嬉しかったよ。そうね、期間2週間くらい、2週間もあったかな。いや、2週間くらい。まあ今も明るいねんけどね、金ではないんだけど。お、発表されてます。ん、ちょっと待って、お、ちょっと待ってね、電波悪すぎて画像が見れへん状態。あ、上がった。ワン決定戦に移行しました。また夜に語らせ。あ、発表されたからの昨日のあのメールかと思ったって。いや、それ多分まあ偶然、タイミング的に偶然ってのもあったと思うけど、あの夜に眺めますが、夜いろいろとあの心境を伝えさせてください。まあ先にメールでは送ると思うけど、出ることにしました。
聞いてね、夜チカが、あ、チカって言っちゃった、私がなんで出るっていう決断をしたか、本当にギリギリまでどうしようかなって悩んだんですけど、歌う曲はねまだ、あ、まあでも固めてはいるけど、まあ多分おそらくこれにはなると思う。私の覚悟を聞いてください。だからみんな夜予定開けてね。またあの早めに何時からするねって言うので。夜みんな待って、落ち着いて夜いろいろ聞いて。まだ今質問禁止。なんかね、私のよくたまにみんなにさやってっていうことがあって、まあ、たまにというか、まあみんながね、みんファンの人同士でさ。ご飯行ったりしてる姿を見たらさ、え、カラオケ行ってきてよみたいな、カラオケで推しメンの曲歌ってきてよって言うねんけど一回だけかな、一回だけほんまに行ってくれて、なんか動画をね見せてくれてんけど、めっちゃ楽しかった、勝手に見て楽しかったです。だからみんなもカラオケ行っちゃおう、今度カラオケ配信しよう、またするね。お、 TBS チャンネル契約するって嬉しいの、ありがとう。マヤとしようかな。実はマヤと昨日乾杯して、そのノリでちょっとカラオケ行きたくないみたいなのって、カラオケ行ったんだよね。実はカラオケ行って曲が少なすぎて最後の方はねもうライブ鑑賞会になってた。だから今度また一緒にします。でもまあショールームだと48グループしかダメなのか、やけどインスタライブだったら何でもいいのかな。昨日はちなみにあれだよ、あのマヤのスポンサーさんっていうのかな、番組のサポートしてくださってる水人を縛りで飲んでた。しわりっていうことはないねんけど、もともと好きでめっちゃさっぱり、さっぱりすぎ。お、歌唱力ガチ勢なので厳しくも温かい目で見守るかね。なんて素敵な言葉なのそれ、素敵、言葉選び最高、大好き、言葉選びが素敵な人好き、みんななんだけどね、それいつも優しい言葉かけてくれるね。インスタライブだったらいけそうかな、何杯やって、いや何杯飲んだんだろう。うん、マヤに聞いてでもカラオケ中はあの歌おうってなったから飲んでなかったけど、あーめっちゃ天気、明日30度やば、えぐ、うん、まあさ難しいよね、歌唱力もさ、上手い下手上手とかってさ好みな部分もあるやんか。もちろん誰が聞いても上手でない人もいるよそりゃ、だけどあとそれプラスさ、あ、この声好きだなって人によってさ違うわけやんか、それって感じ方がね、まあ、それが人間のいいところやねんけど、こうみんなに聞いてて、あ、やっぱちかちゃんの声好きだなっていう風にも思ってもらえたら嬉しいよね。あ、ダメダメ、歌唱力後で話すから、だからさ、だからみんな歌唱力の質問禁止、夜ね、それ20分になったら終わろう、あと2分、夜チカチカスクショタイム、7時8時9時の間でショールームするのでまた告知します。そしてみんな写メ会5月1日までなので、ぜひ5月11日と12日会いに来てください。
またそれも夜にいろいろお話できたらなと思っております。11日はね、ちょっと制服が前回好評だったので、また制服写メ会、まあアイドルのうちにね来ちゃおうということで。そして12日は、まあ、パジャマでゆったり座り、あどっち、ちょっと忘れちゃった、まだそれなので、ぜひ取りに来てね。では今日もいい一日を過ごしてね、行ってきます、行ってらっしゃい。あ、夏ライブの入金が今日の15時まで告知します。言ってません、まだ。結構ね当たったよってコメントが届いてたので、コメント、うん、忘れずにね。じゃあね、また夜ね。